こんにちは武蔵野シティニュースの松岡美由紀です春本番を迎えていますが皆さんいかがお過ごしでしょうかさて武蔵野市の市政の動きをお伝えする武蔵野シティニュース今回はこのほど制定された自治基本条例について取り上げますまた吉祥寺美術館の常設展と堺冒険遊び場公園の プレイパーク武蔵野の話題も併せてご紹介しますどうぞ最後までごゆっくりとご覧くださいそれではまずこのほど制定された自治基本条例についてですこの条例は武蔵野市の姿勢を市民の意見や考え方を十分に踏まえた上で進めていくためのルールや仕組みを定めたものです 今回は制定までの経緯や意義などについて企画調整課の太田師さんにお話を伺っていきたいと思いますがその前にこの条例制定までのあらましを簡単にご紹介しましょう。自治基本条例は市の政策に私たち市民の声を生かすためのルールを定めたもので自治体の憲法と言われることもあります。 平成17年に自治基本条例の制定が当時の市長の施政方針に掲げられて以降検討を重ね平成28年には条例に盛り込む内容を検討するための懇談会が設置市民の参加によるワークショップや意見交換会などが行われてきました平成30年には懇談会から条例の骨子案の報告を受け 去年12月に条例案が上程、この3月の市議会で可決され、4月1日から施行となりました。それでは、企画調整課の太田氏さんにお話をお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回制定された自治基本条例。 自治体の憲法とも呼ばれることがあるということなんですがそもそもなぜこうした条例が必要なんでしょうか、はいえー、まず市民自治ということの意味なんですけれどもこれは市民の皆さんがまちづくりについて市の職員や市議会議員と一緒に主体的に問題意識であるとか関心を持っていただいて、えー、積極的に意見を出したり参加したりすることでより良いまちの実現を図るということになります。 ちづくりは市役所や議会だけの役割っていうふうに思っていらっしゃる方も多いと思うんですけれども確かに市長や議員は市民から選挙で選ばれている存在ですので市民を代表して政治を行うんですけれども市民一人一人が自分たちの住む町の姿に真正面から向き合っていただいて自分の問題として主体的に考えるっていうことはとても大切なことです。 市ではこうした考え方に立って以前からまちづくりを進めておりますが具体的に市民がどんな方法で関わって で意見を上げたりそれがまたどうやって市政に生かされたりっていうのが、えー、必ずしも明文化されたルールというものがこれまでありませんでした、えー、このため市がこれまで取り組んできた様々な市民参加の仕組みや手法というのを明文化することによって市長や市議会議員が時代とともに変わっても、えー、市民を主体とするまちづくりの姿勢を いつまでも変えることなく、えー、そして今後より一層それが強固で確かなものになるようにというので制定されたのがこの自治基本条例というものになります。 はい、わかりました。で市ではかなり前からこうした市民参加によるまちづくりというのを進めてきたということなんですけれども、はい、具体的にはどんなことが挙げられるんでしょうか、はいえー、そうですね、えー、と市政の最も基本的な計画として長期計画があります第一、えー、期長期計画が作られたのが昭和46年と結構前のことなんですけれどもその策定にあたっては市民、えー、市議会議員 そして市職員の3者が参加して十分な検討が重ねられましたこれが武蔵野市方式と呼ばれるものでその後の市民参加の原点となるものですえ長期計画のほかにも公共施設の建設であるとかえその後の施設の運営なんかでもさまざまなまちづくりについて必要に応じてその都度情報公開であるとか市民参加を武蔵野市は積極的に進めてまいりました。 えー、例えばなんですけれども全国に先駆けて誕生したコミュニティバスのムーバスも、えー、お一人のご,ご高齢の市民のご意見をきっかけに市民と共に検討を重ねて、えー、当初は実現が不可能と言われていたんですけれどもそのののコミュニティバスの運行といいうのがついに実現しましまた、えー、今回制定された自治基本条例はこうした市の長年の実績を踏まえてこれを明文化したもので、えー、合わせて 市民の役割であるとか市長の責務それから市議会との関係なんかも改めて定めておりますもちろんこの条例の制定にあたっても公募による市民の方々にも参加していただき検討を重ねてきました懇談会の公募委員としておよそ2年間にわたってご参加いただきました中村雄太さんにお話を伺ってきましたのでご覧ください えー、私はあのお隣の三鷹市で生まれ育ったんですけども、えーまあ、祖父母が武蔵野市に住んでいたこともあって小さい頃からすごく身近で、えー、よく来る町だったということもあって私自身が武蔵野に引っ越してきたタイミングで何か武蔵野市と関わる活動をしたいなとそんな風に思っている時にちょうど司法でこの公募市民の募集を見かけたものですから、えーまあ、せっかくだからちょっと応募してみようかなというところで応募してみました。 本当に軽い気持ちで最初は参加をしてしまったんですがやはり会議に参加をしてみるとかなり多岐にわたる内容でかつこれまであまり考えても来なかったような内容だったのでこれはしっかりと改めて自分自身考えを持たないといけないなというふうにも思いましたし、えー、ま当初は6回ぐらいの想定で会議が想定されていたかなと思うんですがその会議の回数の中で決めましょう。 まとめましょうということではなくしっかりとやっぱり議論検討することが重要だというのが委員の中でも共通の認識となりまして回数にある意味限界といいますか限度をなく議論ができたというところですごくいい時間になったなと思っております。 武蔵野市にとっていいことというのはどん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 武蔵野市の方でもチャレンジをしていってほしいなと思っておりますしそのためのきっかけになる条例になってほしいなというふうに思っています、うん、あの自分の暮らす町をより良くしていくのは私たち一人一人なんだという,もう自分事と,として捉えていくことが大切ですよね、はいはい、それではあの市民の具体的な姿勢への参加といいますと例えばどんな形になるんでしょうか。はい 条例では市長が政策を立案したり決定する各段階においてその内容とか性質にもよるんですけども適適時ににかつ適切な方法によってて市民参加の機会をを設けるとということを定めておりますその具体的な手法なんですけども例えばアンケートの実施であるとか市民意見交換会の実施あるいはワークショップの開催とか。 あと検討委員会に、えー、公募市民の方に入っていただく、えー、パブリックコメント手続きなど様々なものが考えられます、えー、市民の皆さんにはぜひともこういった参加の機会を積極的に捉えていただいて市政に対してどんどんご意見を言っていただきたいと思いますはい。まあ、気を合わずにね、はい、どんどんご意見を出していただいて、はい、まあ市民の声をこう反映したまちづくりというのをみんなで作っていきたいですよねはい、はい 今日はどうもありがとうございました。自治基本条例については、司法4月15日号に詳しく掲載しています。また、今回は議会のあり方を明らかにし、市民参加の推進を目指した議会基本条例も同時に制定されていますので、併せて司法をご確認ください。お問い合わせは企画調整課までどうぞ。 それでは続いて吉祥寺美術館の常設展をご紹介しましょう吉祥寺美術館は多くの人々で賑わう吉祥寺のコピス吉祥寺7階にあります浜口洋蔵と萩原秀夫の2つの記念室では両作家の版画作品や関連資料が展示されています 浜口洋蔵記念室の展示テーマは、静湿な世界。同藩画家として国際的に活躍した浜口は、戦後パリに定住し、黒の技法と呼ばれるメゾチント技法を独学で習得しました。漆黒の闇の中から光が灯るように浮かび上がるモチーフ、同藩に刻まれた静湿な世界へと導かれます。 そしてもう一つの記念室、萩原秀夫記念室のテーマは線の表現です。萩原が手がけたのは木版による黄版という新たな手法。木版独自の柔軟なぬくもりのある線が表現され萩原の芸術は国内外で高く評価されました。今回の展示では黄版釣りの線を 存分に堪能できる作品が厳選されていますそれでは次に堺冒険遊び場公園で開かれているプレイパーク武蔵野の模様をご覧いただきましょう三月二十六日堺冒険遊び場公園のプレイパーク野の,のプレには大勢の子どもたちが訪れました 手作りのブランコやドロンコ遊びなど、集まった子どもたちは思い思いに好きなことをして過ごします。プレイパークの始まりは、デンマークのハイザイ遊びと言われていますが、日本でも子どもたちが安心して好きなように過ごせる居場所づくりなどを目的に、各地でプレイパークの開設が進んでいます。ドロンコになって楽しそうに遊ぶ子どもたち、 笑顔が輝いて見えますね武蔵野市では平成15年に市の主導でプレーパーク設置についての検討がスタート市民や専門家を交えて話し合いが重ねられ平成20年に全国でも珍しい自治体主導によるプレーパークがスタートしました現在地域住民の方を中心とする npo 法人 プレイパーク武蔵野が市内3カ所で運営しています詳しくはホームページなどをご確認くださいそれでは最後にスズメバチ等駆除助成制度の申請期限のご案内とゴミの出し方についてのお知らせです武蔵野市ではスズメバチなどの巣を 自身で駆除することが困難な方へ駆除費用の一部助成を行っています対象は市が指定する専門業者を利用して3月31日までに駆除を行った方です申請期限は4月30日です申請に必要な書類は所定の申請書兼請求書、領収書、駆除前後の写真となっています お問い合わせは環境政策課までどうぞ。市ではゴミの個別収集を行っており、そのため引っ越しで戸建て住宅に転入してきたり、新築の場合はゴミの置き場所を届け出ていただく必要があります。集合住宅の場合、届け出は必要ありませんが、ゴミ出し場をご確認の上、決められた場所に出してください。 なお、ゴミは分別し、お住まいの地域で指定された曜日の朝9時までに出してください。ゴミの出し方については、ゴミ便利帳エコブックに詳しく掲載しています。ゴミ総合対策課や市政センターで配布していますので、ご活用ください。新型コロナウイルスなどの感染症対策として、鼻水などが付着した。マスクやティッシュなどのゴミを捨てる際は？ ゴミに直接触れないゴミ袋はしっかり縛って封をするゴミを捨てた後は手を洗うことを心がけましょうお問い合わせはゴミ総合対策課までどうぞいかがでしたでしょうか今回の武蔵野市ティニュースなかなか外出するのも難しい状況ではありますがお家の中でちょっと体を動かしたり好きなことに打ち込んだり 自分なりのリフレッシュ法を見つけて過ごしたいですねそれでは次回の武蔵野シティニュースをどうぞお楽しみに